どうもドズルです。さあ逆転オセロニアやっていきたいと思います。今日の企画はオラに力を分けてくれということでね、ちょっと面白いっていうか、まあ、ちょっとね皆さんに実はお願いがあります。私のね動画、最近逆転オセロニアの動画をね、ちょいちょい上げているんですけれども、中にはコメントでね、ドズルさんの動画を見てオセロニア始めましただったり、私もオセロニアやってます楽しいですよねみたいなコメント結構ね、前に比べたら少しずつ増えてきて、嬉しいなという限りなんですけれども、この逆転オセロニア実はね紹介キャンペーンっていうのがあって、でその紹介キャンペーンのキャンペーンコードっていうのがあるんですよね。キャンペーンコードっていうか、その紹介した人と紹介された人どちらも星のかけらがもらえるっていうキャンペーンがあるんです。で、もう単刀直入に何が言いたいかっていうと、私7月1日から始まる超ゴマあるじゃないですか。超ゴマっていう、まあオセロニアの中では一番熱いガチャですよね。一番引きたいガチャがあるんですけれども、それに向けて星のかけらが欲しいなと、あ、別にギャグじゃないですよ、星のかけらが欲しいとか別にギャグじゃなくて、星のかけらをゲットしたいなというところで、このね星のかけら購入ってなるとすごくお高いんですよね。こうお高いですよね、こうやってね、こう見るとすごくお高い。ただただただ実はですね、おっとヘルプをしてしまった。ここの紹介キャンペーンっていうのがありますよね。こう紹介キャンペーンっていう素晴らしいキャンペーンを使うと、実はですね星のかけらをゲットすることができます。最大60個で、これどういったことかっていうと簡単なんです。別に皆さんにね特に負担はありません。私が今からこの概要欄に、この URL を貼っておきます。でこの URL にインしていただいて、オセロニアをね今もう現時点で遊んでるプレイヤー、今から始めるプレイヤーではなくて、まあ、どっちでもいいんですけど、もちろんそのわざわざねこのためにインストールしてくれっていうお願いではなくて、もしね今遊んでいてこの紹介キャンペーンをまだ使っていないプレイヤーがもしいらっしゃいましたら、ぜひともこのリンクをね、概要欄に貼っておくのでクリックしていただきたいなと。でクリックしてなんかドズルさんの紹介でオセロニアをやりましたみたいな、まあ、やりましたっていうか、その友達を紹介することによってお互いにね、星のかけらがゲットできるらしいんですよ。なんで、皆さんもゲットできる、私もゲットできるということで、まあ、皆さんの力でねちょっと7月の初めの超ゴマガチャ私に引かせてくださいということで、今日はね、ちょっと皆さんにお願いということでこんな感じで終わりたいと思います。まあ、皆さんからねゲットできたら星のかけらだったら多分 S キャラ引けるんじゃないかなと勝手に妄想しておりますので、まあ、またそのね、ガチャ動画もぜひぜひ楽しみにしていてくださいということで、今日は友達紹介キャンペーンのお願いでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。今月のエンディング CM、戦艦帝国です。どうぞ。戦艦ヤマト、シナノ、リアルな演出と爽快な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム戦艦帝国。